今日3月8日は蜜と蜂の語呂合わせで蜜蜂の日です。この日に合わせて浜松市に人気の蜂蜜専門店が作る蜂蜜を使ったスイーツが味わえるお店がオープンしました。浜松市の人気蜂蜜専門店長坂養蜂場が今日浜松の街中にオープンしたのは長坂養蜂場蜂蜜スイーツアトリエです。長坂養蜂場は浜松の街中のビルの屋上で蜂蜜作りに取り組むなど地域を盛り上げる活動をしてきました。今日できた店舗では三日日にある本店で1日2000本売れる蜂蜜ソフトクリームはもちろん、ここでしか味わえない蜂蜜をたっぷり使ったスイーツを販売しています。おいしい、やば、うまですか。おいしい蜂蜜いっぱいかけてもらっちゃったもんねもうすごい嬉しいこの街中にしかない、新たな蜂蜜を使った、スイーツを提供していきながら、この地域市街地の活性化の少しでも役立ちができればなというふうに思っています。地元で採れた蜂蜜が食材の宝庫浜松の新たな名物になるかもしれません。